昭和55年の年が明けた。梶本阪急の2年目を書く前に少し書いておきたいことができた。55年1月7日、産経新聞、当時はカタカナ表記、一面にスクープが載った。見出しは、53年夏のアベック連続蒸発外国スパイが関与か。北朝鮮による拉致事件を報じる初めての新聞記事である。当時は記事中にも、北朝鮮や拉致という言葉はまだない。書いたのは社会部の安倍正美記者、後に社会部長、東京編集局長、産経デジタル社長を歴任した大先輩だ。富山、福井、新潟、鹿児島の海岸で謎の連続アベック蒸発事件があり、男女6人が失踪していることが警察庁の調べで判明した。事件は富山でのアベック誘拐未遂事件を発端に明らかになったもので、発生は昭和53年夏の40日間に限られている。富山の現場に残された犯人グループの遺留品が、国内で入手不能なことや、現場に近い海岸でスパイ連絡用と見られる海電波の交信が集中して傍受されていることなどから、外国情報機関が関与している疑いも強く出ている。それから17年後の平成9年、社会部長となった安倍は新潟県の13歳、横田めぐみさんの拉致情報を入手。父親の茂さんを取材し、めぐみさんの写真入りで2月3日の一面で実名報道した。筆者が、拉致という言葉を実感したのは、中部総局長を務めていた平成27年のこと。名古屋で親しくなったテレビ愛知の友人が、拉致されそうになったという、大学3年生の夏の夜、彼女と故郷の海岸をデートしていたんですよ。テトラポットに座って話をしていたら、突然、後ろから大きなズタ袋をかぶらされたんです。彼女の助けてという悲鳴が聞こえてくる。必死で暴れて袋を脱いだら、彼女が倒れていて、もう、犯人はいなかった。不思議だったのは、二人とも犯人の声を聞いていないこと。無言での犯行だった。友人は筆者より1歳下の32年生まれ。富山県出身、その話に戦慄した。今年2月、横田めぐみさんの拉致事件を取り上げた初めての映画、めぐみへの誓い、原作、脚本、監督、のぶ師匠が上映された。ちょうどこの項を書いている時である、継承略、